紹介に行こうと思います。はい、はい、こちら品番が 3562M のウールライクプリーズスカートです。はい、これはグーちゃんが手に持ってるのが、ベージュ、はい、そしてグーちゃんが履いてるのがグリーンです。はい、はい、そして私が履いてるのがブラックの3色展開で、お値段税込み4990円でございます。はい、では上田おすすめポイントお願いします。はい、これはですね、なんといってもめちゃくちゃ履きやすいプリーツスカートでございます。うん、特徴はですね、これはウエストも360度ゴム入ってるんですけど、うん、全部入ってるのにシルエットがめちゃくちゃ綺麗な形でして、でそこまでね長くないので低身長さんも着ていただきやすいアイテムかなと思います。うん、でプリーツスカートですと結構ね重みがあって、まあ、重すぎないんですけど重みがあるのでなんか広がりすぎないですし、このプリーツのラテラインが足長効果も抜群ですし、うん、1個持てればすごい長く着ていただけるんじゃないかなっていうのと、うん、透け感もねこれはないに等しい、そうですね、ほぼないので、うんうん、ベージュのカラー着ていただいてもインナーを考えなくても全然大丈夫なんじゃないかなと思います。うん、はい、でコーデもすごい合わせやすいですし、前ゴムがね本当に綺麗なので、そうそう、なんか前インした時のゴム見えるの恥ずかしいんですけど、これはねゴム見えてもすごい可愛い、ね、なんか見えるのも可愛いぐらいのアイテムなので、うんうん、使い回しやすいんじゃないかなと思います。思います。以上です。はい、ありがとうございます。うん、じゃあコメント読んでいこうと思います。はい、あ、ぐーちゃんが履いてるブーツの品番のサイズなんですか、できたらサイズ感も知りたいですってなるんですが、品番は 905i です。はい、905i のサイドゴアブーツで、今ぐーちゃん24、はい、履いております。ですがめちゃくちゃ大きいです。うん、ぷかぷか。じゃあ、もう一個ね下が23なので、そう、23でぴったりです。私はです。はい、もしかしたらちょっとサイズが欠けてるかもなので、よかったらぜひ一度サイド見てみてください。はい、はい、です。あ、はるさん、本当だ、ウエスト総合なのにシルエット綺麗って。そうなんですよ、これはねもう見てほしい、もう360度本当にめちゃくちゃ綺麗です。ほんまにね、後ろもゴムの切り替えとかも目立たないとかないので、うんうん、すごいね着やすいのにこんなに伸びるね、もうめちゃくちゃ伸びるんで、そうそうそう、お腹周りも苦しくないですし、うんうん、でこのプリーツのラインが綺麗なのでお腹ねちょっと食べ過ぎても大丈夫やと思う。あ、確かになんかねお腹ぽっこりも目立ちにくい、うん、目立ちにくそうです。うん、でございます。はい、あさのこさんね、お上品なプリーツスカートだねって。めちゃくちゃお上品でございます。本当に、うん、なんかこういう合わせすごい可愛いですね。こういうので統一してる感じですね、差し色でパープルもできる感じが、うんうん、なんかこんな感じゆるずるなコーデしてもらっても、うんうん、全然結構なんか着られてる感とかもなく、うんうん、こうコーデにも張りが出るかなと思います。うん、めっちゃ可愛いでございます。はい、はい、あ、桜崎さん、素材感生地の厚さん教えてほしいです。 OK です。はい、素材感は、うん、素材ちょっと見てみます。はい、ですね、こちらお素材をお伝えすると、うん、ポリエステル 100% でございます。はい、です。はい、で触り心地は若干ね機能感若干あるかなって感じです。うんうん、で厚さはね結構分厚くて、うん、よ、プリーツスカートにしては分厚い方やと思います。わかりますかね。そうやね、確かにプリーツスカートですよ、うん、分厚い方、分厚い方で裏もねしっかりね生地がね表と裏でちょっと違います。裏はツヤツヤツヤっとしてます。うんうん、表は若干起毛がかってるって感じです。うん、はい、です、はい、ですね。多分結構シーズン的には冬だけじゃなくて春もいけるよ、うん、春も全然いけると思います。うんうん、でも夏はねちょっと暑いかもです。確かに、てか暑いと思います。うん、見た目もちょっと夏は暑いかも。うん、そうですね、うん、今日夏以外だったらこれは履いていただけるとね、9月からうんうんねやったらいけると思います。はい、はい、こんな感じです。はい、あ、トモさんがグーちゃんのコーデ最高率ボーって、嬉しいです。あ、いいよね。はい、ロゴを合わせるのはね、なんかちょっとカジュアルダウンしますし、うんうん、はい、使いやすいと思います。確かに。うん、しかも皆さん、今グーちゃんが着てるスウェットは日曜日に再販ですので、こちら裏毛のスウェットなんですけど、日曜日に再販ですので、はい、そう、これも。もう瞬殺でなくなった。そうですね。そう、人気アイテムなんですけど、もし日曜日再販ですのでお楽しみに。お楽しみに。楽しみに。うん、あ、ラブさん、ガラニット合わせできたらお願いしますので、じゃあブーちゃんに。ガラ。あ、オッケーです。うん、あ、オッケー。ガラニット合わせで、ね。はい。オッケーです。じゃあ私もブーちゃん帰ってきたらいろいろ着回しようかなと思います。うん。あ、はるさん、低身長さんでもいけそうな丈感で嬉しい。そうですね。私ブーツ履いてるけど今、あの全然ブーツなくてもこれは履いていただけます。そしてね、足首より拳1個分ぐらいかな、
上なので私155なんですけど、低身長さんでもこれは問題なく履いていただけると思います。全然スニーカーとかでもねこれは擦ったりとかしないですし、だから長すぎるってこともないと思うので、これはすごい、うん、身長問わず履いていただけるかなと思います。うん、ちょっと下行きますね。あ、うかさん、ペチコートは必要でしょうか。あー、でも結構生地感がしっかりしてるので大丈夫かなと思います。ベージュも多分今からブーちゃん履いてきてくれるんですけど、多分透け感とかは気にせず履いていただけるかなと思います。はい、もう少々お待ちください。うん、あ、インスタグラムさん、すごい伸びる。そうなんです。テンションはきつくないですか。これね、全然きつくないです。結構ね、柔らかくてすごい伸縮性もあるので、あ、全然きつくないので、なんかいっぱい食べても苦しくはないと思います。はい、だからクリスタとかはね、そんな気にせずこちらは履いていただきやすいと思います。はい、うん、あ、嬉しい。ベイジャーさん、イズシーのプリーズスカートシルエットが綺麗なんですよね。で、去年のやつも履き倒してますって。嬉しい、ありがとうございます。でも本当にね、その通りなんでございます。結構本当使いやすくて何でも合わせやすいし、スタイルアップも結構叶うかなと思うので、めっちゃおすすめアイテムでございますよ。うん、です。あ、あやこさん、もっちゃん、あ、こんばんは。なんか肌色明るく見える。多分これが合ってるんかな、じゃあパーソナルカラー的に。ってことはやっぱ顔ってことやね。そうですね。そう、パープルとかね、あんま持ってないけど、これはいけそうですね。うん、はい、はい、あ、かわいいよ。着てきました。そしてカチューシャつけてきました。かわいいよ。ちょっとガーリーな感じに着てきました。うん、で、私今インナーペチコート履いてないんですけど、スケパンどうですか。あ、でもね、全然大丈夫そう。あ、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫やと思います。うん、はい。まずインナーじゃない、裏側がね、結構ね、表とはまた違う生地感で、キュッて、なんていうの、ほんまに、伝わりにくいので、どうします？そんな感じで、もうね、あんまり透け感がわからないぐらい、こう、きめ細かいので、何しようかなと思います。ちょっとツヤっとしてます。はい。うん。あ、インした感じで見たいです。私ですかね。インしてみようかな。前インでも大丈夫そうですか。前インして、あ、でもいいかも。あ、いいですね。あ、前イン結構可愛いかも。うん、なんせゴムなので前インもできちゃいます。ニットでも前インできちゃうので、はい、うん、モピちゃんと、モピちゃんのトップスにグリーン合わせたら攻めすぎかな。ブーツやスカ、スニーカーで合わせてみたい。モピちゃんのトップスがパープルか。パープルやったんで、グリーン、そうですね、グリーンのスカート脱ぐってもらっていいですか。グリーンのスカートにパープル、どうなんだろう。結構まあグリーンも濃いめのグリーンなんで、うん、なんかアウターとかをなんか白とか黒とかにしてもらったらいけるかも。うん、いけるかもしれない、うんうん、あんまりしたことないカラー合わせだったけど、こう合わせてみたら全然いけちゃいますね。なんかね、そんな違和感ないかも。違和感ないかも。うん、で、なんかパールのネックレスとか、なんかね、ゴールドのネックレスとか、うんうんうん、もらったら全然大丈夫な気がしました。うん、大丈夫な気がします。はい。です。あ、可愛いですってね。さっきの可愛かったですねってなった。うん。うん、なんか多分グリーンがね、多分濃いめなんで、だからだと思います。結構、なんか鮮やかなグリーンやったら結構喧嘩しちゃうかもなんですけど、うんうん、深みのあるグリーンなんで。だから大丈夫そうでございます。はい、はい、うん、あ、ラブさん、グーちゃんのコーデ素敵。そのコーデならアウターは何色が良さそうですか。アウターは、うん、でも私だったらブラックかな。確かに色合いが結構淡いので、うんうん、ブラックコートで締める、でブラックの小物にブラックのスーツみたいな感じのコーデにしちゃうかもしれないです。うんうん、でも可愛いと思います。うん、うん、です。あ、確かにいちごさん、パッチワークニットと単色のコーデ可愛いやろうなって。うんうん、確かに昨日裁判したやつね。はい、うん、だから全然合うと思います。多分全然喧嘩もせずに結構使っていただけるかなと思います。はい、はい、うん、あ、はるさん、ジャガード柄のブラック持ってるのでプリーズスカート合わせ参考になります。ブラックにするかちょっと悩んだんですけど、あ淡い感じにしました。でも絶対いいと思います、うんうん、ね、うん、これも結構なんかブラウンというかベージュ系、ね、ベージュ入ってるんで、うんうん、そうそう、じゃあこれこちらも合うと思います。です。うん、あ、アイズさん、あ、ありがとうございます。うん、あ、ボリュームの出ないプリーズスカートですね。使
いやすそう。ブラウスとかシャツ合わせもいけますかって。ブラウスとかシャツ合わせでも全然いけると思いますよ、うんうんうん、シャツとブラウス、まあでもブラウスやったら結構 OL さんとか、うん、だから綺麗めなねシーンでいけますし、うん、シャツはなんか形とか素材によってはカジュアルにもね着ていただけそうなので、うん、両方いいと思います。確かに幅広く、ね、確かに幅広く着回しができると思います、うん、はいはい、そんな感じでございます、はい、です。私もねちょっと着替えてきて、今はねこの字で乾杯しちゃってるんですけど、うん、今再販できるようにバイヤーさん動いてくれてるのでもう少々だけお待ちいただきたいんですけど、ね、こんな感じで字で合わせしてもらってもかわいい、ね、多分、うん、プリンセスカートはそんなボリュームとか広がってるアイテムじゃなくて、うんうん、結構すっきり見えなので、はい、こんな感じで字でと合わせていただいてもめっちゃ可愛いのでこちらもおすすめなカードになっております。はい、はい、です。うんと、あ、マイマイさん今から見ます。今日は何点紹介でしょうか。今日はですね、新作が1、2、3、4、4かピース、ね、で、再販が1点とスニーカーがちょっと、はい、です、はい、です、はい、ございます。なんで、まあ、6点、うん、6点中の今はね、2点目になっております。はい、うん、あ、シルエットが直線的でストンとしてるプリーツスカートね、本当にこれはめっちゃ使えると思います。なんかこう見ると結構プリーツだけどアイラインに見えますね。うんうん、フレアっていうよりかはアイラインかも。うん、ございます、うん、はい、あやさん、スカートのゴムは柔らかいですか。めちゃくちゃ柔らかいです。です結構、ね、伸びます。それぐらいピヨーンって伸びちゃいます。結構ね柔らかいからね、うん、本当にお腹ぽっこりとかも気にならないと思います、うんうん、はい、そんな感じです。じゃあコメントは大丈夫そうかなと思いますので、うん、じゃあ次のアイテムに行こうかな。はい、はい、と思います。考えてきますね。はい、お願いします。あ、みぽこさん、お二人が履いてるブーツは発売中ですか。発売中です。品番はね、905i のサイドガーブーツなんですけど、ちょっと今あのサンダルじゃないわ、あのちょっともしかしてサイズがね23、24、25の3サイズあるんですけど、あー今ちょっと25のみ残りわずかで残ってます。ちょっと23と、ね、24が今在庫ないんで申し訳ないんですけど、25なら残りわずかで、ゆうちゃんもね25持ってる、私も23買ったんですけど、今再販できるようにバイヤーさん動いてはくれてるので、もしよかったら他の23とか24あのご希望される方はぜひ再入荷リクエストボタンを押していただけたらと思います。はい、お願いします。うん、アイルさん、洗濯してもプリーツ取れないですかね。ああ、じゃあね、こちらお洗濯はあ手洗いになっているんですけど、結構しっかりプリーツは本当なんか蛇腹みたいな感じで折られてあるので、プリーツは取れたりしないんじゃないかな、しにくいと思います。でもちょっと手洗いなんでそれだけお気をつけいただけたらと思います。はい、うん、です。うん、あ、ハルさん、もっちゃんのニットのボーダーはネイビーですか。あ、ネイビーです、ネイビーです。確かに黒、遠くからだと黒っぽく見えるかもなんですけど、こちらネイビーでございます。次こちらのボーダーのご紹介に行きますので、もう少々お待ちください。うん、やっぱなんだかんだボーダーって使えますよね私も結構今年なんだかんだボーダーを買ってるんですけど、ほんと使いやすくて、これもね結構絡まりとかも可愛いので、ぐーちゃんが帰ってきたらご紹介しようと思います。そして皆さんちょいちょいコメントもいただいてるんですけど、これはゆずしオリジナルアウターでございます。一応来週火曜かなに発売予定、そうだな、来週火曜日発売予定なので、もう少々だけお待ちくださいませ。でめっちゃ可愛くて3色なんですけど、来週ももピグなのでまたご紹介しようと思います。うん、あ、少子さん、今日のガチ買いありそうですか。今日のガチ買いはね、私はあるゲットできるかは別として、そう、私はあります。ブーちゃんもね結構気になってるアイテムあるって言ってたので、そう、いっぱい、そうなんで最後推し色とかお伝えしようかなと思います。はい、うん、あ、さとこさん、そうです、もみちゃんのイピアス、いずし、いずしです。しかも今日の新作でございます。めっちゃ珍しい、あれ、これめっちゃ珍しいですよね。ちょっといずしにしたらちょっとキャシャめで、今からクリスマスとか冬のニットと相性がいいピアスなんですけど、これも2色あるので後ほどご紹介しようと思います。はい、